カモ南蛮の参考画像ガモ南蛮は日本の麺料理。カモ肉とネギが入った熱い汁をかけた季節そば。カモ肉の代用として鶏肉が使用されることもあり、その場合には鶏南蛮やカシワ南蛮と呼ばれることもある。単に南蛮そば南蛮と呼ぶ場合もあり、この南蛮はネギを表している。カモとネギが具に使われることが語源である。 江戸時代に来日した南蛮人がネギを好んで健康保持のために食べたためと言われる。南蛮トライという言葉が使われた頃、南蛮漬け、南蛮きびという言葉が生まれたが、南蛮イコールネギという解釈の根拠としては乏しい。新しい料理であることが南蛮と呼ばれた由来とする説もあり、国学者北村新武士の杞有商談は鴨南蛮について、 昔より異風なるものを南蛮というによれりと述べている。以前、大阪の中心部では、カモ南蛮、または、カモ南蛮と表記されており、カモ南蛮はこの、カモ南蛮から音を変化したものであるという説もある。ネギが中国大陸から大阪に伝えられ、そこから全国に派生していったことと、現在の南海南蛮駅周辺に東京ドーム10個分のネギ畑が、 少なくとも、明治時代には存在していたことと、大阪の一部では、以前木を、南波と呼んでいたことと、鴨南波が、鴨南蛮の語源という説の論拠となっている。類似するものとして、鴨鍋があるが、こちらは、江戸時代には、木ではなく、セリが用いられていた、鴨と木の組み合わせが広まったのは、比較的新しい。醤油と削り節をベースにした、熱い汁で食べる。 ぶっかけそばが、江戸時代中期に広まった。そこに、鴨肉とネギを乗せて鴨南蛮の形にしたのは、日本橋バク路町にあった、笹屋とされる。一寸五分ほどのネギを縦に割って炒め、鴨肉を加えて煮たものを乗せた。この鴨南蛮は、当時の好みに愛繁盛したという。幕末期の風俗に詳しい、森定万光にも、鴨肉と木を、カフ、冬を、 セントスとして鴨南蛮の紹介がある。日本でアイガモが食べられるようになったのは明治末期であり、それまで鴨南蛮はもっぱらマガモであった。アイガモやマガモの肉を使う。天然のマガモは手に入りにくいため、大抵の蕎麦屋は養殖物を使っている。出汁がよく出るもも肉、柔らかい胸肉が使われる。大正時代には鴨南蛮に、 うさぎの肉が使われたこともあった。我が輩は猫である。第8話には、鴨南蛮の材料がガラスであるごとく、下宿屋の牛鍋が馬肉であるごとくとの表現もある。ネギは、鴨と相性の良い長ネギを用いる。汁で、さっと温めて乗せることもあるが、ごま油で炒めるか焼いて、乗せるのが正式とされる。長さ5センチメートル程度の筒切りにすることが多い。薬味として、 唐辛子や柚子が使われる。2003年、エースコックの大盛りカップ麺、スーパーカップに即席麺として初めてカモ蛮が登場した。2009年には、日清食品のどん兵衛にカモだし、蕎麦が登場した。カモセイロ ABCDE 岩田義人、カモ南番、季節蕎麦。代表的な種物の一つ。カモ蛮は、 暴露長橋詰めの笹屋などはじめなりと、気有商欄に記されている。江戸味噌で、鴨南版の値段は、最も高い。英語では、ダックグリーンオニオン、蕎麦ヌードルスサーブドイズウェイ、クックドダックオントップなどと説明的に表現される。蕎麦屋の店主が教える、蕎麦のあれこれ、蕎麦の南蛮とは蕎麦屋メニュー紹介がも南蛮蕎麦日本麺類業、団体連合会。 梅さをただおほか、ザ日本日本が見える、日本が読める、大辞典ビジュアル、ヒューマンライフ講談社、1986年、P453、田村栄太郎、江戸時代町人の生活をお山格、1966年、P137、奥山駅郎、味覚辞典第一巻東京堂、出版、1972年、P39、古川治む、 蕎麦屋酒屋、江戸前の幸せ公文社、2004年、P22、高井久夫、八が飛ぶ文芸者、2000年、P58、夏目漱石、漱石全集第1巻は我輩は猫である、漱石全集観光会、1918年、P303、新島茂、蕎麦入門保育者、1992年、P115、 生治貞夫、お、にぎりの丸かじり文芸春秋、2010年、P63、松石正則、加藤綾子、石毛則子、堀武久、石田祐介、金子幸、竹の中雄天、宮村洋子、岩田拓馬、沖、谷明弘、名古屋高鎮、ブロイラー及び、愛鴨肉の食味特性の比較、日本畜産学解放76巻。2005年、P429、 古川治む、蕎麦屋酒アー、江戸前の幸せ公文社、2004年、P29 カモ南版とカモ聖籠の由来、長寿庵のこだわり銀座長寿庵現代の創作例、カモ南蛮風入面、英となら2015年7月17日、大塚竹松、藤井仁太郎教編、ネイフ記事、川地俊明文書、第二位日本史跡協会。 1933年4月20日435ページ美味しい東京食べ歩きメニューから街から探せる美味しい東京会出版社2007年 P14 ありがとうございます